皆さんこんばんは、スルメです。今日はですね、ドラゴンクエスト5天空の花嫁を実況していきたいと思います。はい、私はですね、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP と、あとドラゴンクエストビルダーズ2をね、実況して今やってるんですけども、もう両方めちゃくちゃ楽しくてね、今ドハマりしております。はい、なんですけど、この本家本元のね、ドラゴンクエストシリーズっていうのを全然やったことがなかったので、これをね、すごくやってみたいなと思ってまして、この5がね、今人気っていうのと、あと昔からね、名作だと言われているみたいなので、すごくやりたくて、今回ね、やってみることにしました。はい、テリワンの方をまだ全然いっぱいやることあるんですけど、ただね、今回ストーリーをね、クリアしたので区切りもいいかなと思いましたので、今後はね、テリワンと5両方並行してやっていきたいなと思っております。はい、ドラゴンクエスト、どういうゲームかとか、どういう話かとか、どういうのが出てくるかっていうのを全くね、知らない状態なんですけども、でも逆にね、新鮮味があって楽しめるんじゃないかなと思ってね、すごくね、楽しみです。あとなんかストーリーがね、いいっていう話を聞いたので、めちゃくちゃね、楽しみですね。はい、ではやっていきたいと思います。始まりましたね。すっごい楽しみですね。なんかこのドット絵みたいな感じなんですね。なんか懐かしい感じがします。やったことないですけど大臣パパスオー、お気持ちはわかりますが、少し落ち着いてお座りになってはいかがですかな。うむ、そうだな。なんか落ち着いてないですね。っていうか、なんかみんなそわそわしてるっていうか、なんでしょう。お、なんか事件？山頂、パパス様、お生まれになりました。あ、なるほど、そういうことか。そうか。そりゃそわそわしますね。パパス様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。うむ。マーサ、あなたよくやったな。おうおう、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。お、これが私ですね、きっと。スルメちゃんですね、きっと。スルメくんかな。よし、いかんだぞ。トンヌラというのはどうだろうか。あれ全然別の話かもしれないですね。まあ素敵な名前、勇ましくて賢そうで。でもね、私も考えていたのです。スルメというのはどうかしら。あ、私でしたこの子私でした。スルメか、どうもパッとしない名だな。え、ひどいひどい。スルメもね、勇ましくて賢そうだと思いますけどね。しかしお前が気に入っているならその名前にしよう。やった、しぶしぶね、OK いただきました神に授かった我らの息子よ、今日からお前の名はスルメだ。まあ、あなただったら。ご飯、大丈夫？おい、どうした？大丈夫か？え、なに？え、怖っ！なに？怖っ！何ここ。え、なんかいきなりなんか変わりましたね、場面が。あ、動けた。なんだパパス。おう、スルメ、目が覚めたようだな。パパス、何、夢を見た？赤ん坊の時の夢でどこかのお城みたいだったと。わっはっは、寝ぼけているな。眠気覚ましに外にでも行って風に当たってきたらどうだ。えどういうこと。え、まさかの夢落ちですか。だってパパスですもんね、この人ね。父さんはここにいるから気をつけて行ってくるんだぞ、だって。え、なんか全然さっきのパパスさんと違うんですけど。え、マジで夢落ちなのえ、そうなんですか。
はい、今ねちょっと BGM とか大きかったので音量のね調節をしました。お、あ、薬草を見つけましたね。守りの種を見つけた。やった。いやーなんかあれ赤ちゃんの泣き声からのすごい暗くなったじゃないですかなんか怖くてめっちゃなんか何が起きるんだろうみたいな感じだったんですけど、まさかのね夢落ちっていう。これ壊せそう。あ、壊せましたねびっくりでしたね。まさかね夢落ちとは思わなかったです。あ、なんもなかったよし、じゃあね上に行ってみましょうかね。ここは何もなさそう。え予想外すぎましたね。まさかの船の上。普通になんかお家かなと思ってました。でもなんかこの船見るとビルダーズ2を思い出しますねビルダーズ2もねあの船からのスタートだったんで。あ、これも壊せますね。びっくり。なんどういう設定なんですかね。この中は船長室だ。あまり気軽に出入りしちゃいけないぞ。食堂や船員室に行きたいなら後ろの階段を上って奥の下り階段から行けるからな。こっち？あ、でも樽がある。あ、やった！なんとスゴロク券を見つけた。スゴロク券って何？わかんないけど、なんかもらった。わーい。あ、コックさんじゃないですか？お、坊や。もうお腹が空いたのかな？おじさんの料理はうまいだろう。坊やの父さんとどっちが上手だろうね。これは何だろうか。コーンポタージュかな。オムレツ？オムライスかな。わかんないですね。あー、ハンモックだ。坊やのお父さんは何かを探して世界中を旅してるんだってな。それが何だか知らないけど早く見つかるといいな。そうなの。てか坊やって呼ばれてるんですけど何歳の設定なんだろう。しかしこんな小さい子を母親がいなくて男で一人で育てたなんて、坊やの父さんは偉いよな。そうなのね。あ、でも確かにあ、またあった。スゴロク券やった。なんだろうスゴロク券って。スゴロクができるんですかね。あ、薬草を見つけた。なんか夢でなんかお母さんがごほごほみたいな感じだったんで、まあでもお母さんはいないんですね。あ、宝箱、宝箱。開かないんかい開かないの？めっちゃショック。じゃあ船長室に入ろうかな。あー、船長さんいる。かわいい。私がこの船の船長だ。坊やのお父さんには昔よく世話になったものだ。そうなんだね。実はこの船はルドマン様という方のもので、あまりお客は乗せないのだが、今回はパパス殿のために特別サービスさ。坊や、お父さんの言うことをよく聞いて立派な人になるんだよ。なんかパパスは結構なんだろうね、すごい人みたいですね。あ、なに、モンスターダジャレ選手だって。なにそれ。私こう見えて結構ダジャレ好きなんですよね一角ウサギをいつか食う。あー、87点ですねえ、文字が読めなかった。だって文字読めないの。スルメ引き出しには何も入ってないですね。お風呂ガオー。お、泣かなかったな。偉いぞ坊主。え、何歳私は何歳の設定の。結構ななんかちっちゃい子扱いされてますけど。あ、動いた動いた。港に着いたぞ。帆を畳め、怒りを下ろせ。どうやら着いたようだな。坊や、下に行ってお父さんを呼んできてあげなさい。はーい。着いたって。そうか、港に着いたか。村に戻るのはほぼ2年ぶりだ。そうなんだ。スルメはまだ小さかったから村のことを覚えていまい。では行くか。スルメ、忘れ物をしないよう準備するんだぞ。なんか全然わかんないどういうやつなのか。まあ準備も何もね特にないんでね、行きましょう。
あ、誰かいる。さてと、そろそろ港に寄りとするか、スルメ。おや、船長、どなたか船に乗り込まれるようだな。お、ルドマン様、お待たせいたしました。え、これがルドマン？おじさん邪魔よ。いやいや、娘が失礼いたしました。旅のお方、ご苦労だったな船長。お帰りなさいませルドマン様。こっちですね。そのご様子では今回の旅は素晴らしいものだったようですな。もちろんだよ船長。さあわしの娘を紹介しようと言っても一人はもう奥に行ってしまったが、フローラや、こっちへ上がっておいで。おや、フローラにはこの入り口は高すぎたかな。どれ、私が手を貸しましょう。おパパス紳士ですね。ありがとう。これは旅のお方、ありがとうございました。よしよし、フローラや、長旅で疲れたろう。悪いが、フローラを奥の部屋に連れて行ってやってくれ。はい、かしこまりました。いや、お騒がせしました。さあ港へどうぞ。はっはっは、ルドマン様の嬉しそうなお顔ときたら。坊や、ここでお別れだが、たまにはこのおじさんのことも思い出してくれよ。さあ、するめ、忘れ物はないか。タンスの中も調べたな。もちのろんですよ。では長い船旅であったが、この船ともお別れだ。降りるとするか。はい。じゃあ船長、ずいぶん世話になった。体に気をつけてな。なんだかよくわかんないけどね、お世話になりました。なんか偉そうな人乗せてるので、この人たちは別に海賊ってわけではなさそうですね。普通にいい船のやつなのかな。バイバーイ。あ、あんたパパスさん。やっぱりパパスさんじゃないか。無事に帰ってきたんだね。わっはっは、痩せても枯れてもこのパパス、おいそれとは死ぬものか。スルメ、父さんはこの人と話があるので、その辺で遊んでいなさい。あまり遠くへは行かないようにな。おい、自由時間だ。って言ってもね、特に何をするって感じですけどね。樽を壊すぐらいしかちょっと思いつかない。あ、10ゴールドを手に入れた。あ、お部屋があります。やっほ。2年ほど前だったかね、パパスという人がこの港から旅に出たんだよ。あ、それは私のお父さんです。大切なものを探す旅だって言ってたけど、小さな子供を連れたままでどうなったやら。え、坊やがあの時の子で、パパスさんは今の船で帰ってきただって。噂をすればなんとやらだね。え、なんかパパスはすごい人みたいだよ。え、なんか、なんだろう。もしかしたら最初のあの夢はあながち夢ではなかったのかもしれないですね。わかんないですけど、もしかしたらなんか訳あり臭が半端ないんで、もしかしたらなんかなのかもしれないですね。あれ、こっちまで行っちゃっていいのかな。え、出ちゃった。いいのかしら。いいのかな。あ、やばい、待って、やばい、大丈夫かな。あ、スライムだ。え、なんか私の知ってるスライムは青いんですけど、紫なんですね。攻撃、スライム A、 スライム B。 え、なんかただのスライムじゃないんですね、ちゃんとなんかついてるんだ。あ、やばい、待ってね。あ、パパスが助けに来た。さすがパパ。パス強っ。あ、でも HP が全然違う。410ですもんね。レベル27だもん。さすがお父さんですね。大丈夫か、スルメ。パパスはホイミを唱えた。お、ホイミ。スルメの傷が回復した。まだまだ表の一人歩きは危険だ。これからは気をつけるんだぞ。では行くとしよう。自動でね、進んでいますね、今ね。あ、モンスターだ。
首長イタチ？え、待って、私ね、テリマンをやったことがあるんで、なんかね、大体のモンスターは多分知ってるなって思ってたんですけど、多分首長イタチは会ったことない気がする。あと、プリズニャンは、なんかもしかしたら見たことある気がします。でもあれですね、なんかテリワンと絵の感じが違うので、なんかね、全然違うモンスターって感じがしますね。強っパパスめっちゃ強い。え、かわいい。毛づくろいしてますね、プリズニア。強っパパ、つえやったー。あ、レベル2になりました。能力が増えた。だって、あ、そういうことね。運の良さとかあるんだ。大丈夫かスルメ。パパスはホイミを唱えた。優しい。では行くとしよう。あ、なんとあそこですね。やや、パパスさんでは2年も村を出たまま一体どこに。ともかくお帰りなさい。おっと、こうしちゃいられない。みんなに知らせなくちゃ。あ、すごい、なんか村の英雄みたいな感じになってますね。なんかすごい。おい、パパさん帰ってきたぞ。だってすごい、なんかシャンクスみたいなパパさん、あんた生きてたんだね。おや、その子があの時の。大きくなったね、坊や。パパスさん、夜にでもうちの酒場に寄っておくれよ。みんなあんたの旅の話を聞きたがるはずだ。あー、待って、壺がある。壺壊したいな。よう、パパス、やっと帰ってきたな。あんたとは喧嘩ばかりしてたけど、よいなくなると寂しくて。落ち着いたらまた積もる話を聞かせてくれよな。あ、井戸がある。井戸。いや、本当にパパスさんだ。どうも、お帰りなさい。パパスさんがいない間、みんなパパスさんの噂ばかりしてたんですよ。これはパパス殿、よくぞ無事で戻られました。きっと神様があなた方親子をお守りしてくれたのでしょう。と、堅苦しいことはやめにしましょう。わーい、パパスさんが帰ってきた。嬉しい。わーい、わーい、かわいいな。あ、山頂じゃん。山頂、夢に出てきた山頂。旦那様、お帰りなさいませ。この山頂、旦那様のお戻りをどれほど待ちわびたことか。さあ、ともかく中へ。2年もほったらかしにしてたわけですもんね。あ、なんか女の子が来た。おじさま、お帰りなさい。ん？この女の子は知らないのか。私の娘だよ、パパス。いや、隣町に住むダンカンのおかみさんじゃないか。この村にご主人の薬を取りに来たって言うんで寄ってもらったんですよ。ねえ、大人の話って長くなるから上に行かない？いいよ、行きましょうよ。あ、壺がある。私はビアンカ。私のこと覚えてる？いや、知らんねえ、ごめんね。そうよね、あなたまだ小さかったもんね。私は8歳だから、あなたより2つもお姉さんなのよ。ここで明らかになりましたね。スルメは6歳らしいですね。そりゃ字も読めんわ。坊やだわ、確かに6歳だったら。ね、ご本を読んであげようか。ちょっと待っててね。じゃあ読んであげるね。空に、くせしありきしか。これはダメだわ。だって難しい字が多すぎるんですもの。読めないかい。ビアンカ、そろそろ宿に戻りますよ。はーい、ママ。あ、さよならも言わずに、本も読まずに帰っていった。マイペースですね。でも私はこの壺を割りたい。あ、なんもなかった。私、ドラクエはやったことはないんですけど、まあ、一応ね、ドラクエめちゃくちゃ有名なゲームなので、なんか、見たりはするじゃないですか、なんか、ネタとか。あ、なんと川の帽子を見つけた。それは川の帽子を手に入れた。で、なんか人の部屋に入って、勝手に壺を割るゲームみたいな。
イメージがあるんですよね。もう壺を割るゲームみたいな感じがあるので、なんか壺を割れたのはね、すごいドラクエやったなっていう感じがしますね。本棚読めないんだよね。はい。さてと、父さんはちょっと出かけるがいい子にしてるんだよ。出かけちゃうの？下があるね。お、あ、壺が割り放題でございますよ。どこ？ほら、わーい。あ、やった！力の種を見つけた。ちょっとね、気になってたところがあるんですよ。これはこのたらいみたいなの特にない。井戸、井戸の中を覗き込んだ。お、あ、入れるんですね。なんか私ね、テリワンをやってたので、やっぱ井戸には反応しちゃいますよね。え、何これ、光ってるよ。足元を調べた。なんとサンタローズの石を見つけた。なんだサンタローズの石って、なんかに使えるんですかね。これだけかな。あれ、いけない。あ、行った、行けた、行けた。よし、あ、なんもなかったあ、キャベツがある、借りたい。あ、待って、あ、すごい、これでなんか視点を変えれるっていうか、ぐるっとできるんですね。こう寒くっちゃ作物が育たないよ、困ったことだわい。ありゃ坊主、井戸の底からそんな石拾ってきたんかね。オラも昔はサンタローズ名産の聖なる原石を求めて洞窟掘ったもんよ。でっけえ岩掘り出してはぶち割って原石探してな。懐かしい話だべ。そうなんだま、立派な建物がありますね。あ、教会だ。坊やのお母さんは坊やが小さい頃お亡くなりになったそうね。でも負けちゃダメよ、あんなに強くてたくましいお父様がいるんだもん。なんかほんと信頼されてますね。生きとし生けるものはみんな神の子。我が教会にどんな御用かな。なんだこれ、お祈りする、お告げを聞く。あ、生き返らせる毒の治療、呪いを解くとかがあるんで、なんかポケモンでいうポケモンセンター的な感じなんですかね。回復してくれるところみたいな感じなのかな。お祈りをするってなんだろう。では神の前にこれまでの行いを告白なさい。どういうこと？あ、そしてこの冒険の書に記録してもよいかな。セーブですね。セーブポイントなんだ。セーブしましょう。はい。なるほどね。なんか教会がセーブポイントであり、回復ポイントでもあるってことなんですね。